はい、どうもこんばんは。答えわかりました。こちらをご覧ください。この動画を、撮る前に、ツイッターにポストしといたんですよ。とあるアーティストの、曲の歌詞になります。さあ、どなたでしょうってことなんですけど、これでわかる方いらっしゃるのかな？曲の歌詞ですよ、これ。曲の歌詞。あ、ヒントですか？ヒントは、ビジュアル系ではないです。ビジュアル系でもなければ、バンドでもないです。それだけじゃわかんないです。あ、何年前かって ?15 年は前なんじゃない？今から。2005年とか6年とか7年とか、その辺だったと思いますよ。正解？あ、正解は、DJ オズマです。DJ オズマは DJ オズマなんですけど、メンバーにさ、キングっているんですよ。そう、キングのソロの曲です。あ、タイトルですか？マッチ棒です。多分、この動画をご覧いただいてくれた後に、ね、検索かけて聞いてくれる方もいらっしゃると思うんですけど、え、何こんなのいいの？みたいな。え、ふざけてんの？みたいな。いや、ふざけてないです。僕、DJ オズマ好きなんですよ。騎士団には興味ないですけど、曲も知らないですけど。そう、オズマ好きだったんですよね。ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、DJ オズマって、ほぼパクリじゃないですか、韓国の。僕の大好きな、スンジョンっていう、順序って書くんですけど、韓国に、女性1名と男性2名の、3人組のダンスユニットの、パクリの曲なんですよ。アゲアゲですか？アゲアゲは興味ないです。全然いいと思わない。超とか好きですけどね。はい、ということで、興味ある方は、検索をかけて、聞いてみてください。で、次なんですけど、忘れてました、覚えてませんでしたっていうことで、こちらをご覧ください。カオルさん誕生日だったの？おめでとうございますということで、ね、僕、ギルのファンクラブに入ってまして、VK で辞めたんですよ、聞くの。そう、VK で、99年でしたっけ ?99 年、2000年あたりでもう聞くのやめたんですけど、海外に行ってさ、正解ですよね。成功ですよね。え、じゃないですか？え、もしさ、VK のまま日本にいたら消えてましたよね。え、売れてたと思います？僕売れてないと思いますよ。だってさ、クソ下手だよ、こいつ。作曲のセンスはあると思いますよ。ね、ほぼこいつが作ってるわけじゃん。ね、センスはあると思うんですけど、VK やってたらさ、ねえ。じゃあなんでファンクラブ入ってたかって？ビジュアルが好きだったんだよ。そう、ラサディーズから。そう、ラサディーズもディルも、変なのいないじゃないですか、おかしいの。あ、松浦さんも良かったと思いますよ。そう、ビジュアルが良く、曲もいいっていうのもあったんですけど、そう、それで聴いてただけであって、ねえ、楽器隊？え、ドラムじゃないんですか、このバンドは。ドラムで持ってますみたいな。ですよね。これね、このチャンネルを、ご覧いただいてくれてる方の中で、どうなんですかね。海外進出してから聴いてる方なのか、ビジュアル系、VK から、96年あたりからですよね。追いかけてる方なのか、ね、ラサディーズからさ、もう今も追いかけてますみたいな。ね、どうなんですかね。今、だってラサディーズからだと、ね、30年近いよ。ね、本当に。はい、ということで、で、次は、前回紹介したんですけど、僕説明悪かったと思うんで、クラファンです。ひらがなで、産声って、気になる方は検索かけてください。産声、クラファンの株式会社なんですよ。この産声って。で、何ヶ月前からか知らないですけど、600何万円、信者から巻き上げて、コラボ商品の、イヤホンを、制作しちゃったっていう。で、金額なんですけど、1枚ずつ出すのもめんどくさかったんで、僕口で言ってるんですよ。5万からです。そう、5万から7万だったり、10万だったり、十数万円だったり。あ、イヤホンですよ、イヤホン。イヤホンって、時計と同じで、音聞くだけです。時計は時間わかるだけです。そう。イヤホンって、皆さんいくらぐらいですか？僕は、2万でお釣り来ると思います。ちょっと反射して見えないかもしれないですけど、僕使ってるのこれですよ。普通の。そう、普通のヨドバシか、ビッグカメラか、小島電機だっけで買ったやつ。こんなやつ。そう、2万で確かお釣り来たと思うんですけど、
あ、外に出たら聞くかって？あ、僕聞かないですよ。あの、パチンコ店で勤めてたんで、ずーっと一日中イヤホンしてるんですよ。あの、片方だけ。あの、外すとさ、外の音が、うわーって聞こえるんですよ。耳なんかおかしくなるんですよ。そう、パチンコ店、スロット店に、まあ、勤めたことある方はわかると思うんですけど、嫌じゃないですか。で、片方だけでさ、片方はしないわけじゃないですか。そう、だから、イヤホン自体が嫌いなんですけど、ドラムの演奏動画で必要じゃないですか。そう、それ、そのために僕は買ったんですよ、イヤホン。まあ別に何でもいいかなと思ったんですけど、あまり安いのだとさ、なんかすぐ壊れちゃうのかなと思いまして。で、まあ2万ぐらいっていう。誰がさ、こんなやつね、5万とか7万とか買うの。だって、音聞くだけだぜ。まあ、それ以外に、こういうのもあるけど、ミサンガです。ミサンガ買ってくれみたいな。まあ、全額寄付かどうかわかんないですけど、あ、被災地に。ね、意味わかんなくね。あの、寄付したいやつはさ、直接ね、寄付するんじゃないの？口座出てるわけじゃないですか。ね、ネットでね、調べて。なんでこいつの商品を買わないといけないのって。思いません？まあ、こいつもさ、あの、ラーメン屋もそうなんだけどさ、本当に。どんだけ金に飢えてんだろうね、こいつら。え？ゴミタケこいつ。ゴミタケの仲間？はい、ということで、あと一件、コメントからですね、あ、こちら、80スープラですか？あ、僕、80スープラ好きですよ。これ、前にも言ったんですけど、選ばないじゃないですか。ね、こんな中古しか出回ってない、なく、10万キロオーバーじゃないですか。じゃあなんで、まあ、国産車を、まあ、選ぶかと言いますと、外車より丈夫だからですよ。長持ちするからですよ。それ以外ないでしょ。あ、スーパーカーかっこいいぞって。同じ1000万でもスーパーカー選ぶんじゃないぞって。あのね、俺が住んでるさ、まあ、この付近の駐車場ってさ、平均が2万5000なのよ。で、都内でスーパーカーを所持してるやつってさ、地下駐車場だったり、あの、立体式のさ、なんかね、7階建てぐらいのさ、ああいうところを契約してんじゃないの？あの、5万以上するよ、駐車場だけで。そんな、払ってらんねえから、ほんとに。ねえ、車ね、詳しい方いらっしゃると思うんですけど、イタリアの車って、走行距離が、まあ、低走行で売られてるわけじゃないですか。中古車を見ても。なんでかって？だって、ね、フェラーリやランボルギーニって、数千キロでさ、オイル交換しないといけないわけじゃないですか。で、ブレーキも削れるわけじゃないですか。ね、めんどくさいわけじゃないですか。あれ、1年でさ、何百万とかかかりますよね。まあ、車検もありますし、まあ、2年で。だから、低走行でしか売られてないってことは、長く所持してるやつって、本当の金持ちだと思いますよ。例えば、500万ぐらい頭金入れて、まあ、ローン通るかもしれないですよ。ローン通って、ね、1000万や1500万ぐらいの、フェラーリやランボルギーニ、まあ、買えるかどうか知らないけど。そう、それで買って、2年ぐらいじゃないの。そこで手放してるやつがほとんどじゃないの。だって、ね、中古車見てもらえれば、20年、30年前のフェラーリやランボルギーニでも、5万キロも走ってない、ね、車がほとんどですよ。売られてんのって。だって、それだけね、都内で乗ってるやつなんて、見せびらかしたいからでしょ。ですよね。だって、いるもん、渋谷とか、表参道とかで、ね。1日いればさ、何か走ってくるよ。見せびらかしたいために。音聞かせるために。はい。あと、早いんです、こっちの方が。ですよね。なんでこれ買って？まあ、色を気に入らないんですけど、色ぐらいさ、後から塗り直しちゃいいじゃん。だって、まず、車で高いのって、エンジンじゃないですか。エンジンの次に、アルミじゃないですか。ホイールじゃないですか。で、そこ交換してあるんで、ねえ、550馬力ですよ。ランボルギーニのアベッタドールで何？ 500 ちょいでしょ全然こっち選ぶでしょ。ただね、走行距離が走りすぎてるんで、まあ、ね、壊れんのかどうか知りませんけど。はい、っていう感じです。で、最後は、バンド紹介を行っていこうと思います。で、今日紹介するバンドなんですけど、これ、去年作っておきました。こちらになります。覚えてる方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、去年、デランジェと、ダイングライズ紹介した時にコメントにあったと思うんですよ。で、このバンドなんですけど、バグでしたっけ？
バグでしたよね。確かそうだったと思うんですけど、まあ、今回は、このバグっていうバンドを、紹介していこうと思います。で、メンバーは、こうなっております。2001年から、2012年、約11年間、活動してた、ボーカルが、前身バンドダイングライズとデランジェで、ギターの、浅木さんですか、前身がグニューツールですかね。で、ベースのたかしさんが、ダイングライズで、ドラムのたけしさんですか、バレンタイン DC っていう、まあまあ全て有名ですよね。で、脱退したメンバーが、こうなっております、ギターと、ドラム、2名です。で、次は、作品を見ていこうと思います。シングルが、4枚、リリースされております。まあ4枚かどうか覚えてないんですけど、っていうのは、こんな感じです。これミニアルバムと、これシングルでしたっけ、まあ、ちょっと申し訳ないです、覚えてないんですけど、まあ、作品こんな感じです。で、まだ続きます。まあ、この辺もシングルのような気するんですけどね。まあ、一番下は、まあ、ベストアルバムって、多分僕書いたと思うんですけど、まあ、詳しい方いらっしゃると思うんで、まあ、分かっていただけると思います。で、最後が、DVD になります。まあ、全部 DVD ですよね。2、4、6、7本、リリースされております。はい、ということで、今日は、バグっていうバンドを、紹介してみました。曲の感想ですか？いや、僕は無理ですなんでかって、このボーカル無理ですもんそう、人気あるのは分かりますよ。そう、人気があるのは分かるんですけど、僕デランジェもダイングライズも聞いてなかった人間なんで、そう、良さが分からないです。はい、大変申し訳ございませんということで今日も最後まで、動画を見てくれて、ありがとうございました。